ノボセロのボセロブルガリア内のノボセロの、一のボセロは、ブルガリア北西部の村、及び、それを中心とした基礎自治体、ビディン州に属する、ドナウ川岸にあり、町の名前は、新しい村を意味する。ビディン下 25km、町の主力産業は、ワイン生産である。イタリアの旅行家、ルイージ・フェルディナンド・マルシリによれば、町は1700年ごろ建設され、 プロチュヌツと名付けられた。薬病と火災により村は一時無人となり、村人の子孫は1772年に帰還し、新たに村を再建した。クリミア戦争の後、地元の政府が作られ、村長と村議会の選挙が実施された。それに続く1878年のブルガリア解放では、ノボセロはビディン州の一部となり、1979年1月1日より、 周囲五村を含むノボセロ自治体の中心地となった。ブルガリア正教会の聖ニコライ聖堂の建造は1825年に始められた。金はハンガリーのペシトから持ち込まれた。公民館施設地たりしては1930年に建設された。この年はまた戦争の苦難を記憶した年でもある。町のもう一つのシンボルは 系統であり1931年に建設されたノボセロには小さな川港、浜、個人もある。ノボセロはまた、西にセルビア語の南にトルラク方言の、そしてアルーマニア語の語彙的影響を受け入れた独特な方言で知られている。ノボセロのモットーは、地元の方言で、ミスモウシミである。ノボセロ基礎自治体には、その中心である、ノボセロをはじめ、 以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。